ちらは、版画のオブジェと立体の部屋になります。まず入ると両側にモノタイプの作品が並んでいます。こんな感じかな。で、入っていくと以前小松で絵付けをさせていただいた九谷の絵付けのお皿とかが並んでいます。今日はよく晴れてますね。で、奥に行くと立体が吊り下げられていたりとか、ドローイングですね。あと木版画と小口木版画がこんな感じでわーっと飾っています。以前ここは幼稚園として使われていた場所だったみたいで、半地下なんですけれども、こんな感じで光が入ってきてゆったりした空間になっています。結構すごい落ち、ソファーも座り心地が良くて落ち着く場所になっています。